アラブ系アルゼンチン人とは、アラブ人の家系に生まれたアルゼンチン出身者、もしくは、アルゼンチンに移民したアラブ人のことである。アルゼンチン人の高度に多様な集団ではあるが、祖先の起源、宗教、歴史的アイデンティティなど、アラブ系アルゼンチン人は共通の言語的、文化的、政治的伝統を財産として保つ。百五十万人のアラブ系アルゼンチン人のマジョリティは、 レバノン系かシリア系の背景を持つ。アルゼンチンにはまた小規模のパレスチナ系コミュニティが存在する。総計350万人のアラブ系アルゼンチン人のうち70万人のアラブ系アルゼンチン人がムスリムである。ミシオネス州オベラーでの移民の祭典のアラブ系の女王。最初のアラブ人がアルゼンチンに移民したのは19世紀のことだった。 この時期にト来した多くのアラブ人はシリアレバノン系のアラブ人だった。1891年から1920年までの間に367,348人のアラブ系の境遇の移民がアルゼンチンに入国した。最初に彼らがアルゼンチンの港に上陸した時の処理では今日のレバノンとシリアがトルコ人のオスマン帝国の領土だったため彼らは トルコ人に分類された。アラブ人が彼らの土地から去った理由は、レバノンの人口増加が加速したことと、オスマン帝国によるキリスト教徒への迫害、そして1911年のトリポリでの戦争によるものだった。アラブ人移民は、ブエノスアイレス州、サルタ州、フフイ州、ラリオハ州、サン、フアン州、メンドーサ州、サンティアゴデルエステロ州、ミシオネス州、 チャコ州及びパタゴニアに定住した。かなりの割合のアラブ人が空除地方に定住した。ありがとうございます。